沖気船株式会社は、島根県の海運会社。日本海にある、沖諸島と本土の間にカーフェリー及び高速船航路を運営している。本社は、島根県沖郡沖之島町。沖と本土の間の往来は、明治中期までほ掛け船に頼っていたが、航海が天候に左右され、航天による遭難も後を絶たないことから、1883年4月。 西の島町の消化新社の新館で沖東議会の議員を務めていた松浦武氏が蒸気船の購入を議会に提案した。しかし、同時期に航路開設を計画した個人企業が相次いで事業に失敗していたこともあり、高額な蒸気船の導入に他の議員は反対の姿勢を示し、事業が競合する回船業者は猛烈に反対。 以下漁の邪魔になるとして漁師からも反発を受けた。党内で孤立無援となった氏だったが、当時の軍長だった高島氏、春の協力を得て1884年4月、高島が代表となり、蒸気船の購入を議会で発議した。他の議員からは、再び激しく反対されたが、竹氏が購入費用の半額を拒出、議会と接半する条件を提示して、合意を得た。 武氏は、先祖代々所有する小火山の山林の杉を呼び松、つ、約1万9000本を伐採、売却して購入資金に充て、大阪商船から、イギリス製の木造蒸気船速両丸を1万6000円で、購入、沖丸と改名して、1884年末に沖へ開港した。1885年、菱浦浦郷境港間で運航を開始したが、当初は、 年間約30公会の運行に止まり、利用者は伸び悩み、低迷した。1890年1月に、松浦は病没、沖島4軍連合会により運行は継続された。1895年、航路維持のため島民の出資により、沖基船株式会社が設立された。最大の株主だった中野島天村の渡辺、慎太郎が、初代社長に就任。 中野島菱浦に本社が置かれた。その後、舞鶴航路が開設され、半角鉄道と連絡したのを皮切りに新規航路の開設が順次進められ、最盛期には網代港津山港鶴ヶ港湯野津港浜田港下関港へ就航した。1933年4月には、松江港の実行に合わせて、境港から、 松江港まで航路を延長、第1号機丸と第2号機丸が交互に毎日運航された。また、1910年から1917年まで短期間ながら朝鮮半島への北韓航路が開設され、国際航路を運航した。1949年、海上運送法の施行により、一般旅客定期航路事業の許可を受けた。1970年代には、 航路のフェリー化が進められた。1972年に、フェリー化、第1線となる国がが就航。大型化した第2線フェリー沖、第3線フェリー沖地の就航により、1980年には、カーフェリー3席による運航となった。また、高速船の就航による、所要時間短縮も進められた。沖、本土間の公開時間は、1984年、 初の高速旅客船、マリンスターの就航により約100分。1993年、超高速旅客船、レインボーの就航により約60分となり、大幅に短縮された。1995年、創立100周年を迎えたが離島の人口減、観光客の減少により経営が悪化。2002年以降は赤字となり、燃料費高騰の影響も受け、 2005年には実質的に債務超過となる危機的状況に陥った。2006年に経営再生計画を策定、経費削減及び運賃の値上げ、源泉と寄候値の集約など、収支改善のための対策を行い、島根県及び沖港一連合の支援を受けて経営再建に取り組んでいる。七ある以降に四合港別府港の間は、 国道485号の海上区間に指定されている。各船がそれぞれ本土と沖を1日1往復するダイヤが組まれている。現在運航中のフェリーはいずれも三菱重工業下関造船所で建造された。フェリーフェリー沖高速船レインボージェット化客船、フェリー引退後は台湾の船会社に売却。高速船レインボーレインボーにありがとうございます。